キちゃんどうなの？調子いいの？調子はいいですよ。あ、そう。はい。やっぱお帰りって言われるの？あ、めっちゃ言ってくれましたね、松本で練習してる時とかは。うん、はい。まださすがに人気ある？いや、それはわかんないけど。ありますって言えよ。いやいや。あ、でも、よく行ってたお店とかにしかまだあんま行ってないから。何、ぶっちゃけ山賀の話は何、どれぐらい前に決まったの？話もらったのが12月の1週目ぐらいですね。そうだね、結構早く、今年早く終わってんだもんね。そうなんです。だからそうですね、1ヶ月以上はシーズン終わってからは俺はあったんで、早い感覚はなかったですけど。え、誰強化部？てっちゃん？てっちゃん、てっちゃんです、その時。でも、てっちゃん変わっちゃったんですけど、その代わりイーちゃんが強化部入りましたけど。うわ。え、なんかあれじゃん、もうあん時のインスタで決まってたみたいじゃん。そうそうそう。今年のさ、はい、言える範囲でフォーメーションは何？システムは今何？これ前あのプレーシーズンマッチでやっ神戸戦やった時が4231というのか433というのか、こんな感じで、まあ、ずっとあれです。4バックではやってますね。433、まあ4枚は変わんないってことか。3バックはどっかで試してるとかじゃないんだ。そうですね、まあいどこまで言えんのかよくわかんない。まあ基本は4バックでやって。確かにそうだよな、ね、どこまで言っていいかわかんないよな。はい、開幕前だしな。じゃあ聞かないする。怒られたくない、ね、そうだよな、情報漏洩とか言われたくないもんな。はい、広報の丸ちゃんに怒られたくないんで。いや、丸山は怒んない。じゃあちょっとあれは新入団の選手、まあ木山は除いて、はい、誰がいいの、どういう選手がいいの？有名なのは渡辺一馬くんですね。え、木山の下？僕の1個上です、カズマ。だからカズマくんが最年長なんですよ。あとは、あれっすね。もう、大卒がめっちゃ多いっす。え、高卒はいない？やっぱり。高卒は、あ、一人、ユース上がりの子が、ソラって。去年、何試合か出たみたいですけどね。高校生で。松本出身？長野県出身？長野、あ、村って言ってました。長野に村なんてあるっけ？あるか。村だらけじゃないですか。はい、ディスってる。ねえ、キーちゃん、俺思ったんだけどさ、キーちゃん、ねえ、どこでやってんの、プレー？違うよ、あの、ポジションだよ。ポジション？ボランチやってます、うん、今。いろんなとこやらされてるイメージしかないんだけど、俺。まあ、やらされてましたね。はい。ねえ。まあ、でも、出れればどこでもいいんです。まあ、確かにね。はい。だって俺、ファードのイメージがあるからね。そうなんだよ。はい。りょうくんとはね、最初に会ったの。でももう今いる人は多分誰も知らないです、フォワードやつ。かまたまあれかなんかにいた時もさ、後ろの方やってたよね。はい、あの時はボランチっすかね。そうだよね、ボランチやってたよね、はい。そうそう、そこら辺からなんかイメージが変わってったもんだって。はいはいはい、そうです、そうです。キーちゃんが一番長い、長いっていうのおかしいか。なんて言えばいいの？サイコさん。ね、なんて言えばいいの？サイコさんでいいの？俺じゃないっすよ。なんで？誰か他にいんの？あ、村山ってやつがいます。村。キーパー。キーパーの子ね。が今年10年目っすね。村山選手よりもだって木山の方が前にいるじゃん。あ、前にはいましたね。はい。あ、でも間がか。そうか。間が随分抜けてるってことか。そうです、そうです。じゃあ、松田直樹と一緒にやってるっけ、キヨマ？僕やってないんですよ。ちょうど次の年だったんで、僕が入ったのは。カズマくんはやってるって言ってました、マイノスで。ここで、あれだね、カズマが3番とかつけてたら面白かったね。カズマがマリノスで一緒にやってるから3番つけたいですって言って。いや、俺今、次の質問で
キアはなんで3番つけてなかったの、3番つけるっていう話はないのって聞こうと思ったの。一切ないっす。カズマがあと2年ぐらいいて J2、J1 に引き上げてカズマがスターになって3そんぐらいの、そう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 、それで3番つけたらなんかストーリーじゃない。はいね。おい、ありがとうございますって言っとけよ。ありがとうございます、ユニフォーム買っていただき。そうだよ、もういいじゃんいいじゃん。チームの雰囲気もいいですよ、うん、明るくて。ちなみにいじられキャラ1名あげて。1名か、うん、だろうな。結構多いんですよね、いじられキャラ。あ、でも橋内って俺と同い年のやつがいるんですけど。徳島かなんかにいた人だよね。そう、うんうんうん、橋は結構ブーブー言われてますね、いじられてるっていうか。マジで。そうなんだ。あ、そういうあのベテランがいると面白いじゃないですか。まあ確かにね、うん、はい、ね、山がサポーター熱いからさ、すぐそういうの人気になるからね。うん、そういうキャラがいた方がね。そうだよ、いいっすよね。神戸戦、はい、神戸プレシーズンやったでしょ、はい、何点なの？4本やったんすよ。じゃあ初めの2本だけでいいや。さあ0-2かな。開幕1ヶ月前にやっぱ J1 のそういうチームとやれたのは良かったです。松本から多分1000人ぐらい来てくれたんですよ。え、そうなの？うん、プレシーズンマッチですごいですよね、やっぱり。多くない？すごいね、はい、やっぱ。はい、神戸まで。やっぱすげえなと思いました。あとじゃあ最後、今年のスローガンでなんかすごい難しいやつでしょ？赤松医大かな。うん、はい、そんな難しい言葉じゃないですけどね、意外と。はい、あ、そうなの？俺が知らないだけ？僕も知らなかったですけど。え、意味は？意味は多分大きなことを成し遂げるには小さなことをコツコツ積み上げろみたいな。またゆっくり、ちょっともう一人ぐらい誰かちょっと誘ってワイワイやろうよ。大悟に頼んで、カズマに頼んでおくわ。ああ、やってくれると思いますけどね。そう、はい、なんか気使われるじゃん、だから大丈夫だよあの人って言っといてよ。まあ見た見た目めっちゃ怖いから。